はい、皆さんこんにちは、まゆのりです。今回なんですけど、カフェ3階ですね、前にミュートを使った守り方紹介したんですけど、今回はバルキリーの守り方お話していきたいなと思います。今回もですね、あくまでも僕の守り方なんで、他にもいろんな守り方あると思うんで、特にバルカメのポジションとかね、あると思うんですけど、あくまで僕のやり方なんで、もし参考にしたいというか、真似してみたいっていう方がいれば、真似してみてほしいなと思います。はい、ということで紹介していくんですけど、すっごく簡単です。はい、めちゃめちゃ簡単です。まずですね、準備フェーズよくあるのが、バルカメポジションパパッと説明しましょうか。これはもうほんとよくいろんな人がしてるポジションではあるんで、相手がね、分かってる場合はもうやめるようにしましょう。ここに、適当にですね、ポイント投げれば、この辺ひっつくんで、そうすると、この、E ラペと、N ですね、N の進行とか N ラペが見れます。はい、なので、開幕、準備フェーズ終わるときにバリケードバーンと割ってポイって投げて、僕は締めるようにしてます。こんな感じでね。はい、ただ、これって問題があって、何かっていうと、締めたとしても攻撃側からすると、もう頭いい人はね、ここ来てクレイマーを行いなんか使用したときに、あ、これもう一回割られてるなと。わかるんで、なんかバルカメ多分投げてるぞっていう風にこの辺ね、こうやってどこだどこだって見ると思います。はい、そうやってね探すと思うんですけど、結構ねここねなんかちっちゃくて見づらいんですけど、知ってる人は多分真っ先にここ見ると思います。あ、ここじゃないかっていう。でもし速攻で壊された場合はもう次のラウンドからあそこには投げないようにしてください。もうね分かりきってる人なんでね、いいカメラなんですけどよくされるんで、知ってる人が相手にいた場合はもう投げないようにしてください。で、次がですね、ここです。これはダメです。はい、こういう風になったらダメ。こんな感じとかダメです。こういうのもダメです。すぐバレます。じゃなくて、ここですね。はい、ここから見えないような位置。で、これ、いろいろね、僕も、どこに投げようか迷ってね、カスタムでどこしようって、いろんなとこ投げながら、試行錯誤していったんですけど、ドローンが回っていくときに、バルカメね、どのポジションでもどのマップでも、同じことが言えるんですけど、僕がいつも考えるのはドローン回して相手が見る場所、どういう風な、ルートでこうやってクリアリングしていくかっていうのをいつも考えます。で、自分が攻撃側の時ってドローン回してこうやって行って、あそこいないここいないとか見て、でこの辺で仕込みというか、ドローンをねポンって置いて中に進行していくとか、それからここからずーってこの辺いない、ラウンジいないって言ってみて、進行していくっていうパターンなので、こういうパターンを考えた時にここを振り返って見ることってほぼほぼないなっていう風に感じたので、それでここに置くようにしてます。はい、でそれプラス降りていって進行するときに、ここね、例えばこの辺とか行ってこう行く時のルートでも見えないじゃないですか。視線に入らない。視線に入らなくてずっとこの辺とかで打ち合おうとか進行していこうっていう時にこのカメラでずっと見れる、そんなようなカメラなんで結構強いですこれ。はい、あるとしたらドローンが何かしらこう戻ろうした時にチラッと見えたとか、そういうことなんで、僕がずっとこれでやっててあんまりバレたことはないんで、はい、こういうカメラがおそらく一番バレにくいというか使えるカメラになるのかなと個人的には思います。そんなことも考えながらね、皆さんもいろいろ自分のバルカメポジションとか見つけてほしいんですけど、これはどういうカメラかっていうと、ショップのね入りとか見れるのとプラス、ここですね、よく相手からするとここまで進行してここに来てドローンをねポイッと回してこの辺でドローンを動かす人がすごく多いです。はい、とか、あとここでずっと向こうをロックしてるとか、はい、そういう場合がよくあるんで、そういう時にこのカメラを見て、これね、いるなって分かればもうすかさずですね、ここまで進行していってこのようにポイッとリトロ投げてここで起爆すると。そうすればドローンいじってる人死ぬんで、ロックしてる人とかだったらこの辺ですね投げて C4 で1キル取ると理由なためのカメラプラス最後の進行とかもね、ここにいるっていうのを報告できるんで、ここに置くと強いです。であと1個ですね、このマップってラペリングがめちゃめちゃ強いじゃないですか。さっきの1個目置いたやつですね、これがもし壊されてなくて E ラペしてる、 E ラペって結構後半でもしてくるので、そういう場合は音がね殴って、もう一回チェックしてまだラペってるってなればボーンと飛び出せば、ここでねラペってるんで倒せると。であとこの辺とかでドローン見る人もいるんで、特に開幕とかねそういう場合も使います。これあいる、ドローン見てるなって分かればこうポーンと飛び出して、で見てる人を倒すとか、そんなこともできます。で同じくですね N ラペですね、あそこの N ラペが見えたんだったらここから飛び出して倒していくと、この辺でラペってるんでね、そういうこともできます。あとはこれ、ねC4 使ったりイングレ使ったり、別に自分が立ち回る必要もないんでね、E ラペしてればイングレ持ってる人に指示してね飛び出してもらって、この、E ラペ倒すとかっていうこともできるし、それからじゃないか、次のカメラですね、ごめんなさい、それからじゃねえわ。あとねこの1階とか適当にぐるぐる回りながら、僕がいつもやるのはちょっと経ってから、ちょっとねほんとちょっと経ってからロックが外れたかなっていう時にここに投げます。そうするとこんな感じで、W ラペと、S ラペが見えます。こんな感じね。そうすれば、もしねこれ見てこの、S ラペしてるってなれば飛び出してこう倒せると。この辺でラペリングしてるんで倒せる地で、それから W ラペしてればダブルラペしてるなーっていうことでこう飛び出して、倒していくと、そんなことができます。これ結構ねバルカメだけでラペリング全部、見ることできるんで、かなり強い、カメラになります。どうですかね、簡単ですよねこれで一つ注意点としてはタイミングですね。この1個目はもう開幕準備フェーズ終わった瞬間にポイって投げてすぐ締めてっていう風に流れになるんですけど、ここですね、ここはまあ別にいつ投げても大丈夫だと思います。このカメラですね、これはいつ投げてもいいと思います。ただ一つだけ注意してほしいカメラが、さっきも話したんですけどこのカメラですね、これは速攻で投げちゃうと、これね、これか、速攻投げちゃうとこうバリケード空いてる時点であなんか飛び出そうしてるなとか思われるんで、飛び出ししないっていう風に思わすために最初はもう何も触れずに、このバリケアね触れずに、途中であそろそろラペリングするかなっていう時に、はいズンズンと殴って2回殴ればね飛び出せる準備できるんで、ついでにね、はい、殴ってポイッと投げてこの辺にひっつけるという感じになります。あとはもう飛び出したり C4 使ったりで、相手の攻めに合わせて立ち回ってほしいなと思います。どうですかね、なんかまあただのバルカミポジションみたいになっちゃいましたけど、結構ねこのマップでのバルキリーってすごく重要なんで、もし1個余るとかだったらラウンジとか置いてもいいと思うし、その辺はお任せします。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。もしね真似してみたいと思った方がいれば是非真似してみてほしいなと思います。あとはね自分たちの工夫とか、アイデアでいろいろ試行錯誤してみてほしいなと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。あ、俺工事しようと思ったとこ全部イングレでやってくれるそのショットガン1本じゃきついかなと思ってもうイングレ使ってイーストラペ？イーストラペってる？二人イーストラペ。結構ラペってる。上行ったね。上行きましたね。屋上1。ドローン1個取った。感じに置いとくね。カット。おー、ナイスナイス。強い。